それでは皆さんこんにちは。トークの方は、予定通り1時15分から、交通機関の乱れ等があって出てくださった方でご配慮いただいて15分の時間ということでお願いください。その前にちょっと時間いただいて、私はもうポーカーの館長をさせていただいております。おふくらっています。見たことないなという方もいらっしゃるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。そこで何点かご挨拶の方々お話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。1点目です。まずはお礼です。この岩見沢9年前の創設と今ほとんど同じベースで来ておりますので、9年前ご存知ですか、2メーターのことは年あれに匹敵してるらしい。こんな中本当にありがとうございます。ないか心からお礼申し上げます。2つ目なんですが、実は皆さんご存知だと思いますが、コロナ対策ということで10日お願いしていることがあります。1つはマスク着用です。なかなか今週も含めた点もあるかもしれませんが、マスクの着用、ずっとお願いいたします。ご注意ください。2つ目として、いつの関係、実は妙に離れてるなと思われる方もいらっしゃると思いますが、一定の間隔を取って設置しています。あまりぎゅーっと抜かされるとちょっとお約束の距離とずれてしまいますので、具体的に言えば 1.2m 離しては近くに感じます。その距離をちょっと守っていただければ、その他それぞれの方も十分こういう、ご注意されていると思いますが、いつも通りに両方関係それぞれお願いいたします。で、3つ目なんですが、実はこの後トークになりますが、今回思考を凝らしているということで、何それです。パネルディスカッション的なトークをこれからしていただけるようでございます。何それ実は前にならんのあれ、津田幸太郎さんがいらっしゃるんですが、コーディネーターみたいな役割でこの後実はトークを進めていただきます。いろんな楽しい質問、すごい質問、笑える質問、いろいろ出てくるのかな。それに対して3人で検定とか今は確定して後で、実は宮下先生、本日急にお都合悪くなって、その分お二人が2人前ずつ頑張っていただけるということで打ち合わせしておりますので、そんな中身で進めるということでご理解ください。それで私がこんなスクジャルで喋ってる場所がありませんので、この後は津田さんの方にバトンタッチして進めていただくということで、よろしくお願いします。およそ1時間の予定です。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私、熊田先生の研究室、産業研究室の大学2年生の津田さんと申します。本日、司会進行とタイムキーパーを、させていただきます。後ろの方で研究室の小松さんという方がカメラ回しております。本日来られない方のために作品のよりディティールと詳しく撮影したりなど、いろいろカメラを持って動くことになると思いますが、皆さんご協力よろしくお願いいたします。それでは、先生方まず自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。じゃあ僕から、今岡と申します。じゃあ作品について簡単に説明してもいい？今日大学院生の津田幸太郎君にもう今日 の話す内容とかって全く打ち合わせしてなくて、付け本番で、聞きたいことをどんどん 聞いてもらうっていう形で、トークをやりたいと考えています。でまず最初に僕と佐藤さんが、この作品で、ね、何を表そうとしているのかっていうところを簡単に、話したいなと思います。
現実世界ってすごい不思議だなと思って、あと人間ってなんか奥深くて、その深層心理を知りたいなっていうのが、本当にありまして、それをこう絵を描いてくることによって、浮かび上がらせたいっていうのが制作目的になっています。まあ、簡単に言うと、そんな形のことを言っています。じゃあ、はい。佐藤と申します。佐藤仁慶と名前があります。ヤミタワは、親父の、実家がありまして、小さい頃からよく行っていた大の故郷と思っています。そういう場所でできて、とても光栄に本当にありがとうございました。普段私は、札幌にある北海高校の理科の先生をやっています。そこで、教えながらですね、絵を描いているというような、生活なんですけども、まず私の作品は、こちらなんですけども、人がこう、この3作は抱き合ったりとか、密接に、絡み合っているような絵を、作品を描いています。特にこういう意図で描いたっていうのはないんですけども、テーマ、簡単にテーマとしては、最近情報化社会によってこの距離っていうのが離れていっているというふうに感じています。そういう状況でもっとこう密にというか、密はダメだよっていうのが言われてるんですけども、密な、コミュニケーションですとか、そういうことを思いながら、油絵で描きました。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。ジェストやモデリングペーストの指示体の動
で素描をする際に、細かい描写ができること、薄く色を塗り重ねたら、塗り重ねたり、仮想の鉛筆の青みがかった調子を覗かせたりしながら深みのある空間を作れるところがフラットな表現の魅力だとおっしゃっております。またモノトーン表現の魅力については、見る側に色を自由に想像してもらう、そして、色の持つイメージに左右されないというところにモノトーンの魅力があると、先生はおっしゃっております、テーマの、存在や生と死といったイメージを導入しやすくする意味でも、モノトーンの表現を、最近は先生を用いているというふうにお答えいただきました。という感じですか。はい。